うるま市、宮城島。湧き水ヤンガーはオーバーフロー。右手に白い護岸が見えてきました。左側は石油のタンクが並んだ石油基地です。この辺り、偏座島と宮城島の間は埋め立て地です。70年代に埋め立てられましたが、随分と反対運動のデモが行われた場所でもあります。2021年度のヒラミヤ護岸アートコンクールとあります。うるま市の小中学生を対象にし、友達などのグループで護岸に絵を描くコンクールだそうです。宮城島の集落に入ってきました。正面に気になる茶屋が見えてきました。 Google の地図にこの気になる茶屋が載っています。私はここはてっきり地域住民の憩いの場的なところかと思いましたが、随分と荒れていますね。アゴリーバ食堂のご主人のお話によると、 4,5 年前にある芸術家がここを作ったが、芸術家がいなくなって荒れてしまったようです。この辺りが村の中心地で、 Google の地図にも載っているのに随分ともったいないですね。次はここから100メートルばかり先にある村の水源ヤンガーを見てきましょう。ヤンガーまで行ってみよう。ちょっと写しに駐車場。
左手に石積みの家屋、背丈が低い家屋が見えてきました。一緒に歩いている後輩に、ここは何だと思う？と質問してみました。え、石垣、これ壁、この建物、わかんないです。ワーニャ、そう、ワーニャ。何すか、ワーニャ。豚とかヤギとか飼ってるわけ。ああ、豚小屋、もしくはヤギ小屋か、家畜小屋みたいな。うん、水量すごいね。前よりすごい水量。もう少しずつ雨降ってきたからね。すごい。ここは離島です。梅雨が明けた時期とはいえ、川のように奥から水がどんどんと流れ出てきています。ヤンガーの標高は海抜70メートルほどです。このヤンガーのすぐ上にはシヌグドウ遺跡があります。シヌグドウ遺跡は縄文時代の遺跡です。南国の離島に豊富に水があるのなら人も住みますよね。おそらくこのヤンガーももともとは縄文時代以前から豊かな水源だったと思います。それにしても激しいほどの水量、大変驚きました。さて、そろそろ終わりの時間が来たようです。すごい、ヤンガーに湧き水が流れる音とともに今回の動画を終わりたいと思います。これ水飲める水ですか？これ飲めるはず、何もないのに。最後までご視聴ありがとうございました。